地覧線は、かつて、鹿児島県日置郡近方町の阿た駅から同県、川辺郡地覧町の地覧駅までを結んでいた、鹿児島交通の鉄道路線である。1965年に廃止された。最盛期は、加瀬田駅地覧駅間に、枕崎線直通列車が5往復、阿た駅地覧駅に4往復の旅客列車と、貨物列車が設定され、途中の薩摩川辺駅で、 列車交換を行うダイヤが組まれていた。しかし、乗客の減少と合理化により、1961年10月1日のダイヤ改正から1965年7月の廃線までは、加世田駅地乱駅間に往復の旅客列車と一、往復の貨物列車が運行されるに止まっていた。なお、枕崎線直通列車は、あた駅で進行方向を変えて運転していた。 札南中央鉄道がこの線を建設したとき、当初は、加瀬田駅を起点とする計画があった。しかしながら、当時の加瀬田駅は、南札鉄道の終点駅で、地覧、川辺、枕崎方面からの旅客、貨物が、離合集散する拠点となり、周辺の旅館、商店、馬車業者などが大変潤っていた。一方、加瀬田の一つ北のあた駅は、 カセダとの距離が 2.3km しかなく、蒸気鉄道の駅間距離としてはかなり短いものであった。国鉄による南札鉄道の買収が噂されていたこともあり、国有鉄道の標準駅間距離が5から 7km 程度であることから、あた周辺の住民は買収後に駅が廃止されてしまうのではないかと恐れていた。このため、終着駅としてのメリットを失いたくないカセダの 住民による反対と分岐駅にすることで将来の駅廃止を確実に阻止したいアタの住民の誘致が相まってチラン線の分岐駅がアタになったとされる。ただし、カセダ駅からチラン方面へ直接向かおうとすると万の瀬川を渡る必要があるがアタ駅で分岐するのであればその必要がないので過境を避けるためであった可能性もある。接続路線の事業者名。 駅の所在地は、地覧仙廃指示点のもの。全駅が鹿児島県に所在。ありがとうございます。